どうも、須磨ゆうきです。300日後に富士山の頂上で歌うシンガーソングライター。今日はデイ、218かな。お、これなんでしょうね。あんまり見たことないな。なんか増加みたいですね。はい、今回全然喋ることがねえぞ。はい、次のライブの告知でもしとくか。5月24日は、松藤店長の、があのバンブーっていうね、あの梅田に新しくできるライブハウスの店長に就任される関係で、50アーティストっていうイベントがもともと、ちょっと話のあれ流れがバラバラだけれども、あのクラブビジョンの、恒例行事で50アーティストっていう、2本のサブステージメインステージの2本のギターを代わる代わる演者が使って演奏するっていう、1人1曲ずつみたいなイベントがあるんですけど、それがあの今回はオールスターで55アーティストっていう、そういうやつ、それが24日にあります。俺もその55人の中の1人として出ます。26は久しぶり、超久しぶりに、神戸の DQ っていうライブハウスで、やりますね。兵庫県神戸市。その次が、28、扉ですね。心斎橋扉。あの7周年の T シャツよ、俺よく着てますけど。松本浩平さんと俺ずっと気になってたんですけどね、お会いしたことなかったんでね、今回初めて対バンというのも楽しみです。29日、トーン 8.0 新しく決まりました。タニオンですね。はい、まあそんな感じです。6月1日、アジト、東大阪ひょうたん山アジト、まさきさんのとこですね。はい、そんな感じで出ていきます。よろしくどうぞ。ではデイ217でした。まだいる。丸源かと思いましたか。ここはふくふくラーメン。どれぐらいのものなのか、チャーハンセットと一緒にいただきます。はい、ふくふくラーメンでした。丸源よりちょっと甘みが軽めで醤油味が強かったですね。うまかったです。